はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。5時半になりましたですね。9月30日の木曜日でございます。さて、ザクザクを見ておりましたらですね、夕刊フジのサイトでして、夕刊フジね、もう私が2013年の4月から連載をしておりますから8年半ですか、はい、9年目にもうすぐ突入するという、はい、非常に馴染みの深いサイトでございましてですね、そこに出てます、そこの夕刊フジのサイトがザクザクでして、そこに出ました、瞑想する韓国ムン政権というシリーズでございまして、9月30日ですね。これ貼りません、貼りません、これ貼りませんので探してください。もはやムン政権は中国のこれですね、これ言いにくいですね、スレイブですね、敵代弁人で日本語で書いてありますけど、自由陣営の光る材料は若い世代の雷米派、新米派ちゃうの、雷米頼む米日本は韓国をコウモリ状態に留める知恵をと、これ室谷さんという方の書いた記事なんですけど、日本国民が自由民党総裁に、韓国国民が大統領候補の予備選挙に目を奪われている間に、ムン・ジェイン政権は中国のド・イ国家への道に大きく踏み込んだ。日本の新政権にとっては韓国という国家が身も心もレッドチーム入りしないよう米国とともに圧力を強めることが大きな課題であると。もうちょっといきましょうね。ムン大統領は国連総会でまたも関係国による南北停戦宣言を提案した。まあちょっと端折りますね、話しております。まあまあ相変わらずアホなこと言うとんなって、停戦制限なんてそういうね環境にないのに、これ何回も何回も言ってるんですよ。多分だからアメリカなんかは呆れて、あまた言うとるわという感じで受け止めているんだと思いますね。停戦宣言とは単なる現実の追認ではない。停戦を宣言したからには在韓国連軍（括弧在韓米軍）は韓国にいる必要がなくなったと話は続く。ムン政権の離米重複理念の象徴なのだ。ムン氏に随行したチョン・ウィヨン外交省ですね、テイ・ギヨウって書きますけども、チョン・ウィヨン外交省、いわゆる外務大臣ですね、も大いに活躍した。ここが面白いんですね。彼は中国が国際社会で強い発言力を持つのは当然だと、これなどこの外相が言うてんのって世界ですね大きさの発言かみたいなワンインですよね。中国の言うことに耳を傾けるべきだ、対中ブロックとは冷戦時代の発想だとまくし立てた。すごいですね、これをあのアメリカの同盟国のですね外務大臣が言うてるんですよ。あのこれ何日か前、4、5日前にニュースになっていましたけども、うわーほなこと言うてるわと思って見てたんですけど、このムンさんに輪をかけたようにチョン・ウィヨンさんっていう外務大臣ってあれですね、ちょっとイカれてますねさらに中国は韓国に強圧的な姿勢を取っていないとも述べたパク・クネ前政権によるサード、ね、高高度ミサイル防衛網の配備承認以降、中国の玄関関を限るですね、玄関措置により韓国は経済的実害を被ってきた。外交面では属国に対する指令であるかのような物言いをされてきたであるにもかかわらず、中国は韓国に強圧的な姿勢を取っていないというふうに、韓国の外務大臣がおっしゃったんです君どこの外務大臣なんですかというそういう感じですね。よう言えるね、しかしこんなこと、ものすごく外交が分かっていないのか、単に中国に媚びているのか、どっちかでしょう。そういやーこいつらって、多分これね国連の席でなんか言うてはるんですよ。あのどういう席やったか忘れましたけど、そしたら世界中はこれ聞いてるわけですよ。何言うてんじゃないこれって、あの国はと思うわけでしょ。多分皆さんへえと思って調べたら、ああムン・ジェイン政権ってそういう政権やったかというふうに思って、ストレンジと見るわけですねそういう感覚はないんでしょうね彼らはね。
なのに強圧的な姿勢をとっていないとは、夫の DV で、顔にあざを作った妻が第三者に夫はとても優しくてと涙をこらえて話しているようなものだと。この例えがいいですね。もう一回言いましょうか。それなのに強圧的な姿勢をとっていないとは、夫の DV で顔にあざを作った妻が第三者に夫はとても優しくてと涙をこらえて話しているようなものだと。これサードのね配置によってね、ロッテデパートはボコボコされて撤退しましたし、中央から観光客が来なくなりましたし、韓流のタレントはですね今でも制限を受けててですね、もう ほぼ今度はファンクラブのサイトまで追い出されてしまいます。むちゃくちゃボコボコされてるんですよ、はっきり言うて。もうフルボッコですよ本当に。なのに圧迫されていないというふうに言ってる。なんかあれですね、国際的 SM プレイですかね、これはね。おかげで、チョン外資交渉は中国のメディアから、韓国の真の愛国者と絶賛された。君はどこの外務大臣なんですかって。外国のメディアにね、絶賛されるということはね、そんなにそのいいこと、本国の利益にかなうかどうかって、それとは別の問題でしょ。逆の方向から見れば、中国の奴隷的代弁人になり果てたのだ。しかし自由陣営にはまだ光る材料がある。韓国の若い世代の反中感情が極めて強いことだ。高齢者には頼れるのは米国だ。あ、それで雷米ねといった雷米派が多く、文政権の離米路線には強く反発している。ただそうした意識と次期大統領選挙での支持動向は直結していない。つまり重北派候補が支持する反中親米派がかなりいるのだと。まあそこでまた大統領選挙のスキャンダルの話がちょろちょろと出てきましてですね、日本には誰が大統領になろうと所詮は反日派だといった投げやりな見方が少なくない。そうですね、それは今のイ・ジェミョンさんとかでもムンさん以上の反日的な言動をなさいますね。で、まあ、唯一保守系のですね、あれですね、ユン・ソクヨルさんがあまりされないですね。あまりされないけど、どんなになってみるのはわからんやんとしたからね。というか、親日なんてありえないですからね、あの国では。しかし反日重北派が次の大統領になったとして全会社はなったとして、韓国全体が親中の泥沼にのめる込むとは自由陣営にとって好ましくない。コウモリでもいいからレッドチームにはなりきれない状態に留めておく方が得策だ。日本の新政権はそのために知恵を絞るべきだと。まあこれだからアメリカの政策と同じでしてですね、もう文政権の中身が真っ赤っかって分かってるんですけども、それをですね顕在化させないで、まあええやんっていう、ね、適当にこうあしらいながらですね現状を維持して、で次の大統領に変わるの待とうというのが今のアメリカの戦略、対反戦略でございました。対お隣さん戦略でございました。まあそれに日本も習うしかないねということですね。もちろんよその国に手突っ込んでどうにかするなんていうことはもう今はできないこの話でございまして、できることもないわけですね。中国なんか盛んにやってますけどね。なんていうか人の国の選挙に介入してなんとかこう自分のところに有利な候補を勝たせようとかって、だいたい成功してませんね、見てると。これ室谷なんですね、失礼しました。室谷勝美さん、1949年生まれ、だいぶ先輩ですね。慶応法学部時事通信ですね、という方の記事でございました。これ貼りませんので、ちょっと刺激的な文字が並びすぎててですね、ちょっと貼れないので探していただければと思います。ザクザクで、もはや文政権は中国の敵代弁人、自由陣営に光る材料は若い世代の雷米派、日本はお隣さんをですねコウモリ状態に留める知恵をという室谷勝美さんの記事でございました。今だいたい私はですね7割方8割ぐらい読んだかなという感じです。読み飛ばしたところもそれなりにいいことが書いてありますので、ぜひ読んでいただいた方がいいとは思います。ただし晴れません。晴れませんのでですね、皆さんザクザクで探してください。
今日今でしたらあの上の方に出てると思います。もはやムン政権は中国の敵代弁人という記事でございました、あの室谷克美先輩の記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。